今月下旬にアメリカのオバマ大統領が来日するのを前に、警視庁では対策会議を開くなど警備体制を強化しています。オバマ大統領の来日が今月に迫っています。警視庁ではすでに警戒機関としていて警備体制を強化し、大使館など関連施設へのテロ行為に備えを進めています。警視庁では昨日、大統領の来日に向け警備に関係するすべての幹部およそ200人を集めた対策会議を開催。種谷副総監があらゆる事態を想定し万全の体制を取るよう訓示しました。すでにゲリラ事案等がいつ発生してもおかしくない緊迫した時期に入っているということができると思います。警備現場は日々変化しております。部隊全体が担当区を熟知し、突発事案発生時には速やかな対応ができるようにしていただきたいのであります。3年半ぶり3回目となるオバマ大統領の来日、今回は初めて国賓として来日する可能性があり、前回を上回る警備体制になることが予想されます。警視庁ではあさって警視総監の指示のもと、大統領来日時のテロを想定した800人規模の訓練を行うなど、さらに警戒態勢を強めていく方針です。